はい、東京 YouTube 整体の平野です。私の整体の目標の中にですね、筋肉の使い方、インナーマッスルからアウターが使える、インナーマッスルから動き出して、アウターが使えるという、ことをそういう使い方に、戻すという、本来はですね、その動きが正しいんですけども、今の人は、腕主体でね、手主体、腕主体、そして、インナーをあまり使うことがないんで、アウターマッスルから、インナーに働きかけるような、そんな、方向性になっています。そして、それが、基本的にはその生物との動きとはちょっと違うんで、どうしても、アウターからインナーを使えることはまたできません。ですから、インナーが使えてなくて、そしてアウターばかり肥大していく、筋トレでガンガンやると、アウターはねものすごくがっちりして、筋肉の鎧はできるんですけども、これはやはりですね、硬い筋肉、そして疲労しやすい筋肉になってしまう可能性が高いです。もちろん、インナーをねきっちり鍛えられている方もおられるんですけども、本当に、基本的にはその逆になっています。それは実験をすれば本当に、分かるんですけども、そんな、脳からの指令を逆に変えてあげて、インナーからアウターにもう一度ね、いい動き方を、実現できるような整体をしています。でそうするとですね、例えばうちの、お客様がたくさん言うのがですね、旅行に行ってたくさん歩いたけども、以前ならねもうヘトヘトになってたのが、すごく歩けました。そして、疲れてもですね、翌日にはこう回復がすごく早くなりましたと、そういう声をいただいています。当然ね、痛いところだとか、腹外のところも、そういうことが起きているんで、その使い方を変える、そんな不思議な整体を実現できている整体だと思います。愛知県山郡市というところでやってますけども、東京大阪もですね出張してやっておりますので、興味ある方はこちらの方からよろしくお願いいたします。